回は飛行機の安全を守ってくれている空中衝突防止装置について見ていきましょう。日本語では空中衝突防止装置は一つしか言い方がありませんが、英語では大きく分けて2つあるのをご存知ですか？それは ACAS と TCAS です。 ACAS は ICAO という団体で使われている空中衝突防止の名前です。主にヨーロッパなどでこの呼び方が使われております。 TCAS 主に米国圏内で使われております。実運行で使われる空中衝突防止は主に米国製のものが多いので、システム名が TCAS のことが多いようです。それぞれのフルネームはこちらの通りになっています。 ACAS はエアボーンコリージョンアボイダンスシステム、 TCAS はトラフィックコリージョンアボイダンスシステムです。では TCAS とはどのようなものなのでしょうか？ほぼ全ての旅客機には ATC トランスポンダーが装備されております。その ATC トランスポンダーのモード S 信号を利用して相手機に対して方角、接近率、相対高度を自動で計算してくれます。それによりある一定以上の航空機同士が近づいたらお互いのパイロットに警告をしてくれる装置なのです。トランスポンダーの種類を見ていきましょう。まずトランスポンダーとは造語です。英語でこのように書きます。これはトランスミッターとリスポンダーの組み合わせで作られました。トランスポンダーはその性能でレベル分けすることができます。そのレベルのことをモードと呼び、トランスポンダーのモードは大きく分けてこの3つに分けられます。それぞれモード A、C、S です。それぞれによって得られる情報が違うのが特徴です。モード A からモード S に行くにつれてより高度な情報のやり取りができるようになったと言えるでしょう。続きまして世界の TCAS の搭載義務について見ていきましょう。 ICAO の条約附属書では客席数が19席または最大離陸重量が5700キロを超えるタービンエンジン装備機につける必要があると記載があります。それでは各国や地域ではどのような対応をしているのでしょうか？まず日本では航空法施行規則147条に記載があります。それによると客席数19または最大離陸重量が5700キロを超えかつタービン発動機を装備した飛行機に限るとなっているので、日本では ICAO の条約附属書に合わせた形となっています。続いてアメリカです。客席数30または最大離陸重量が3万3000ポンド約1万5000キロを超えるタービンエンジン搭載の民間航空機には TCAS2 の取り付けが義務付けられています。ヨーロッパでは客席数19または最大離陸重量が5700キロを超えるタービンエンジン搭載の民間輸送機には ACAS2 の取り付けが義務付けられています。オーストラリアではタービンエンジン搭載の商業輸送を行う航空機には TCAS2 の取り付けが義務付けられています。ブラジルでは座席数19席を超える輸送機全てに TCAS2 の取り付けが義務付けられています。香港では客席数9席または最大離陸重量が5700キロを超える香港登録の固定翼機には TCAS2 の取り付けが義務付けられています。それぞれの国によって微妙に座席数や規定が違ったりするので面白いものですね。ではよく出てきた座席数19席の機体の目安はどのような機体なのでしょうか？それはドルニエ228という機体がちょうどです。この機体の乗客定員は19名です。ドイツのドルニエ社が1981年に製造し、現在もヨーロッパを中心に運行されております。1988年に JAXA が導入したり、現在も日本で新日本航空が所有していたり、日本でもおなじみの機体です。次に TCAS は相手機を分類します。コックピットの中のナビゲーションディスプレイに映し出してくれます。数字と四角や丸で表示されているのが他の機体の情報です。相手機は大きく分けて4つに分類されます。プロキシメイト、TA、RA、アザーイントルーダーの4つです。それではそれぞれを見ていきましょう。プロキシメイトは白色で塗られた四角で表示されております。水平方向6マイル以内、垂直方向上下1200フィート以内に多機が入った際にこのように表示されます。次に TA はオレンジ色で表示されております。こちらは約40秒ほどで到達範囲の機体を表しております。次は RA です。赤色の四角で表示されております。こちらは先ほどよりも短くなり約25秒ほどで到達範囲の機体を示してくれます。最後のアザーイントルーダーは白色のひし形で中が塗られていない図形で示されております。水平方向30マイル以内で先ほどのプロキシメイト、 TA、RA に属しない機体を示しています。 TCAS の説明はまだまだ奥が深いですが、今回はこの辺りで終わります。
終わりにしたいと思います。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもお役に立てたのであれば、チャンネル登録、いいねボタン押していただけると今後の励みになります。今後ともいい動画を作成できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。